法王座法王座とは、岐阜県下路市にある芝居小屋である。現在の法王座は、1827年、下路市三間屋野の,の日枝神社にあった拝殿型部隊を、現在位置に移転したものである。1885年の大改装では、客席部の増築を行い、1953年にも、大掛かりな改装をしている。1998年の大改修では、 戦回り部隊が復活し、現在の形となった。間口約18メートル、奥行き24メートル、2さじき回り部隊付きの600人収容の劇場型部隊である。1階平戸間武領川のさじき席は、舞台から遠くなるほど床面の位置が高くなる段床になっており、観客が舞台を見やすい形になっている。法王座の地芝居は、江戸時代末期の文化。 文政期から始まり、明治大正時代に前世となった。戦争の影響で一時的に中断したものの、終戦とともに芝居は復活し、1960年には、法王座村芝居保存会が結成された。毎年5月3.4日、日枝神社と熊野神社の祭礼に合わせて上演される。振り付けは、市川福松市、太勇者未仙は、歌舞伎保存会の竹本飛び 豊沢淳八両下が担当している。その他の役者、裏方は保存会会員によって行われている。法王坂吹は三間屋野の芝居とも呼ばれ、台本と合わせて岐阜県指定有形有形民族文化財である。法王坂器保存会についても記す。岐阜県は地芝居が盛んな地域であり、江戸時代から昭和時代に建設された木造芝居小屋が残っている。 主な芝居小屋は以下の通りである。ありがとうございます。